ラーナイト ST スタジオ。前回がですね、はい、水道で、まああちらの水道で、まあ、水が勝手に流れまして、うん、何しとんねん。無理じゃんって。無理じゃろ。どう考えても。違う違う。コラーだから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 。完全に見えるち。うわ。ほんまに今日やばい。マジってちょっと待って。ほんまに今日やばい日や。てかマジ鏡怖え。見たくねえわ俺。今日鏡もやばい。マジやばい。マジ見たくねえ。始まってないんだ。まあ、その水道で、まあ、水が流れて環境というか自然に起きるようなレベルじゃなかったので、まあ、それを紹介して、まあ、調査班の過去の動画のやつも振り返ったんですけど、なんとですねまた映像もあるんだよね。そうだね、う今回は。まあ、水も抑えてしまったという。マジか。その映像に何か映ってるかどうかはちょっと皆さんに見てもらうとして。怖っ。俺マジでその時いないから。その時正義と俺と大輝の3人だったけどね。先に調査班ホラーナイト過去の映像を振り返って、知らない僕たちの見落としているコメントの怪奇現象を見ていこうと思います。ジャブね、気になる。でも一瞬手みたいなの見えた。マジ手が見えた。そう、俺も今日鏡やばいよ。俺鏡じゃない、鏡の奥なんだよ。鏡の奥？これ鏡や。一つ目の動画、海外心霊ツアーで、はい、中国史上最も残酷なハローキ事件。これはやばい、マジで。キティちゃんの人形に人が詰められるっていうめちゃくちゃ残酷な事件が起きたんですけど、その場に行ったんだよね。そうだね。本当にその場所に行って撮った動画なんですけど、そこもね現象が多いみたいです。3分34秒に呪音のような声が入っている。呪音？呪音だ。これここだってめっちゃ寒いんだよ。寒いよ。うわぁ、ちょっと、聞こえなかった。待って、光見えた。え、俺全然聞こえなかったんだけど。え、聞こえんかった。やばいよ、超でかい。めっちゃでかかったじゃん。めっちゃでかい。びっくりしたわ、マジで。でかすぎて。ここだけめっちゃ寒いな。寒いよ。ほらなんか工事みたいな音に紛れて、本当に声がしてる。そうだ、そうそう。あった、こんなないないし、このレベルだったら絶対俺聞こえてる。俺編集で気づく。絶対気づくよね。これちょっとやばいな。やーば。いや一見しかもよ、ど真ん目の前。そうなんだ。そうじゃ。6分10秒で女の人っぽい声がするみたいです。女いきます。1999年にクラブ、夜のそのクラブの、これ大輝じゃない、普通に大輝の。うんじゃない、イヤホンかし。でもなんか二重で聞こえたっぽい今。いや入ってないわ。あ、本当に。これは普通に大気か。これは大気だ。これは大気ですわ。11秒でしょの瞬間、バンって言った。めっちゃ聞こえたわ。てか、物音マジやばい。開幕から怖すぎ、ちょっとマジで怖いよ。あ、本当にやばい。めっちゃ気になるんだ。あ、え、俺見たっぽいな、今。え、何？ドア絶対立ってるわ。マジ？てもえって。じゃもうマジで怖いってさ。今は？いや俺ちょっと見れない。いいな、俺ももう見たくないわ。普通に今ノリが気づいた瞬間に俺声かけたもん、女性の声。だってノリだけいつも見れん、見えん。いや俺もうシルエットばって見えちゃうんだよ。大輝見えない。全然見えない。一回だけ見る。ほんとに電気つける、続いて2つ目の動画です。で、心霊現象、霊感ある女性。うわちょっと多い、マジで多い。やばい、鏡えぐいな。鏡やだな。え、聞こえた。何水道見えるか。みたいな声聞こえた。ええみたいな。そうそうそう、聞こえるの。俺もさっきから。電気つけない、電気つけない。ちょっときついよな。霊感ある女性と通話し、ついにこの家に住み着くような正体が判明したっていう。まあちょっと指さすのがちょっと怖いんで。そうですね。僕から左側、こっちに男の人が普通にいますって言われた動画なんですよね、霊感ある人。そうだね。これの8分11秒でめちゃくちゃ画面が点灯する。画面っていうか部屋、左肩がマジで動かない。重さ今がっつりメンバーすごいやん。
マジよ。どうすんのこれ。いやその手前の負が怖い。負が怖い。負が怖い。ほんまに。やばいね。いつもいつもよりやばくない。やばいやばい。しかもスピードがやばい。パパパパパみたいなね。なんかいつもなんかパチパチみたいな。その大体その場所って決まってたらそこじゃん。でもなんか三個。俺と大輝とここで3個カカカカってなって左肩がマジで動かない。え、重さ今ガッツリメンバー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 これやばいね。今まで来てるんで、何このカードのやつも光ってるしね。何かこれマジなんですか。ほんとに教えてほしい。どういう原理なんだ。意味が分かんない。続いて8分22森と大輝の間に光が映ります。メンバーかと思ったぐらいだもんだって。ここに大輝たって。おっ、おおえ、なんだこれ。これやばいね。うわ、今日やばいって。うん、またなった。バチンですって。え、これ何がやばいって。ここ光るってことは、あっち側何かが動かない。そうだね。メンバーかと思ったぐらいだもんだって。ここに台来たって。なんか通った。通ってる感じ。通ってるね。しかも半端ないスピード。今日の調査はえぐいわ、マジで。オリオンなんかそこ通った。あ、ん、なんかずっと鳴ってない。え、なんかずっと…あ、顔認証。うん、もうえって…うわ、ほんまや。え、これやばい。大丈夫、ちゃんとしてるそれ。ちゃんと場所は押さえてる。場所は…ちゃんと顔になってるけどさ。これ黒影通ったって、ターボの横ぐらい。マジでしょ。もうえって、マジきつい。ほんまにちょっと…今日やばいわ。もうほんときついわ。はい、ということで、ちょっと今日重めだったんですけど、マジでやきつい。ハンモラーナイトはこれで終わりです。はい、で本題です。続いてこちらの動画像、こちらの映像をご覧ください。やばくない。え、だって俺ら映画見てたけど、いよいよなんかもう全然俺とも気づかない。いつからなってた。ピチャピチャなってて、俺が映画静かになったから聞こえて、なんか聞こえんなと思ったら、こっから水がピチャピチャ。こんなか蛇口でしょ。蛇口、これちょほんまにシャレにならん。そうでしょ。え、見えてないよね、だってマジでいじってる。いや、だからその前音で気づいたぐらいだから、音からって言ったらもうこれで気づいてる。やば、鳥肌やば。寒っ。寒いって。いや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 、やばい。やばいって。何これ、どういうこと。閉めても OK。 え、何何、シンプルに何これ。え、これが出すでしょ。おお。はぁ、諦めましょう。諦めるんですか。どうしようもない。本当に。え、すっげえやだ、すっげえやだ。このままでいいの好きやだ。おい、なんで閉めんのよ。じゃここマジマジ、こマジこ、お、マジマジ、これやばいでしょ。これね、いや、これ本当にやばいよね。これやばくない。そう、確かターボは気づいてなかったもんね。そうそう、そうで、俺ここにいて、なんかもう水の音聞こえんなと思って、うんうん、気のせいじゃねえなって分かった瞬間に大輝に水の音しないっつって、そこ開けたら、今聞こえた。うん、なんかボコ、うんうんうん、歩いてきたみたいな。え、それは聞こえない俺。怖すぎてもうめっちゃ飛ぶ、言うこと、何の話した。俺はあんま最初気づいてなくて、水の音聞こえる。俺はあんま最初気づいてなくて、水回りやばいって言われてるのは、まあなんかもう一般常識レベルで、あーそうだね、知ってるような感じなんですけど、そのまんま、なんかもうまんま聞こえた。聞こえない。カチって、そう、なんかこの缶バッジの上を針金でつつついてるのとか。マジ。あとはもうこれがどういう現象なのか、何かそこに映っていないかっていうのはもうちょっと皆さんに助けを求めます。はい、ちょっと今日は怖すぎるんで、ちょマジでこれはやべえっす。相変わらずやっぱ現象は続いていると言いますか、うんうん、むしろちょっとひどくなってるかもね。いや、なんか最近なんだろうね、この感じ。やっぱうわホラーナイトやるとき異常だよね、こういうの。そうなんだよ。今俺の耳元でさ、ヒューってこれ、ここ。いや、もうそれさ、俺さっきそこでも聞こえてたんだけど。おい、ちょっと痛くない。
移動してきてるじゃん。マジでやだ。聞こえてよな。マジでやだ、マジでやだ、マジでやだ。ということで、これからも都市伝説やホラーナイト、そして日々のネタ動画ぜひチェックしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。します。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビーだっけこれ。なんて言ったっけ。やばいみたいな。バイビーだね。おーって。おーね。ホラーだから。食って。